はい、どうも皆さん、どうもこんばんにちは、タカボンです。ではね、続きをやっていきましょう。なんか画面がおかしいような気がするんですけど、気のせいですかね。なんかぼやけてるような、ぼやけてないような。なんでここ開いちゃってんの。ドゥルゲシュ刑務所、24,800フィート、あ、24,800フィート、7,559メートル。え、むっちゃリストカットしてるやん。気持ちいいかい。俺が雲だったら糸を垂らして降りていけるんだが、だけど俺にはなれない。あの女がすでに雲なんだ。彼女は皮膚の下に卵を産みつける。卵が帰るのを待ってるんだ。クモは嫌いだ。奴らには全部見えてる。でも俺がクモだったら降りていける。降りていける。降りていけるんだ。グラップルを作れ。グラップルか。痛くない、何も感じない。この壁は薄い。痛くない、何も感じない。なぜシェルパは弾薬だけじゃなく食料も売ってないの。楽しそうだ。おっと、なんかあるぞ。長押しでバードイーター。カゴには鍵がかけられた。扉はついていないが、落車差はあなたを待っている。クモの毒は近くにいるとより強力に刺してくる。小鳥よ、カゴから離れるでない。必要とあらば身を低くし、視界に入らぬようにしろ。だが下を見るな。どういうことだ。どういうことだ。ヤル、ヤルが来る。あなたも狙われる。逃げて、早く。私を連れて行かないで。ダメ、見えないの。助けて、誰か助けて。連れてかれちゃう。目玉を食べられるわ。食べちゃうぞ。バクッとね、頭から。うん、おお、マイガー。なんだあの黒いの。なんかあるぞ。読む。今夜ジェイエシュと私は山の表面を下る道を見つけた。あとは岩棚からぶら下がり降りられるよう。岩棚で合ってるよね。フックとロープを見つけることができればいい。注意力が散漫になってるようにしか気がして、この場所がこれ以上仲間を消耗させてしまう前に今夜立たなくてはならない。夜まで待ち、昼間にいる悪魔どもに気づかれず抜け出せるといいが。どういうことだ。みんななんかこう変なのね、さっき注射された変なものでこう頭がおかしくなっちゃったのかな。お、昔カリナガの崇拝者たちは街を築いた。岩山を削ってね。グラップル、それは偉大なる文明だった。今の惨めな出来損ないのキラッと違って。お、なんだ。落車さーって聞こえるよ。なんだあいつ。どうやって倒せ。俺は武器がないから、これは武器を拾うまでは倒せない感じだ。左行くか。何もいない。なんだここは。
インタラクト。お、武器を手に入れた。違うな、武器ちゃうな、装備だな。ラストもう一個か、向こうに。お、なんだこれ。なんだ。遠い昔、パガンは私の全てだった。彼のためなら何でもした。それをお前の母親がぶち壊した。私は警告したが、パガンは無視した。そしてイシュアリとの愛に走り、ついに壊れた。何もないな。待て、なんかいるぞ。ちょうど背中か、こっち見えてないから大丈夫っしょ。右行こうか。あいつのところなんて行きたくもない。一匹だけじゃないんだな、多分。一匹だけか、いるの。どうもこんにちは。いい、なんだね。おっと、ロープだ。バレた。グラップルで逃げろ。了解。逃げをしなきゃは早いぞ俺。こちらな。俺は道を覚えてるぞ。俺はな、あれですよ。一度来た道は絶対忘れない派なんでね。10年経っても20年経っても忘れない派なんで。もう逃げれますよ、俺。血を出さなければ汚水みたいなもので。了解了解。グラップルー。外す。待て外す。よし、外した。どうすんの、これ。お、グラップ。パガンが絶望に陥っている限り、私は真の信仰を手に入れた。足りなくを見出したのだ。よし。私はシャングリラ。降りてくさ。落車さを倒せ。そして私は蘇る。かつて足りなくが蘇ったように。あれ。私はパガンにすらできなかったことを成し遂げ。よし。おっと、ちょっと、私は蘇る。かつて、カビザクが蘇ったように。どうなった？あれ？私はパガンにすらできなかったことを。あ、ちょ、待った。またバグだよ、これ。バグ。またバグ。俺、すごい、バグに遭遇する率すごくないですか？これ多分、岩の中入ってますね。これ、確実に。すごい、バグに遭遇する率がすごいですよ、俺。これまた、これ、直前のチェックポイントに戻らないといけないパターンですわ。悲しいな。さっきここに入ったね。この部分。この岩に入りましたね。確実に。あ、え、ちょ、あ、あ、え、ちょ、ちょ、え、あれ？ちょ、え、え、え、これちって
方でも。おお。あ。丈夫だね。さあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ではね、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。